こんにちは、スイッチマンです。ムーンジュエラーズ第19話始めていきます。前回は関西弁で、骸骨という濃いめのキャラが登場しました。ダークブレインの採用基準がわからんです。ではインターミッションです。前回加入した、大の照準値を上げときます。最初に照準値から改造ってのが、やるせないです。出撃枠が厳しいから、どの程度出番があるのか、わからないですが、念のためです。残った資金は、ライゼンガーとアウゼンゾイザーの武器改造に回します。すでに第2次 OG の終盤くらいのユニット数です。それでは始めていきます。今回も BGM を差し替えてます。出撃できる正体が少なすぎやしませんか？
ジョシュマツたちは勝手に乗り換えとるし。それではスタートです。熟練度は2ターンで15機撃墜か。これ、結構厳しい。これ、1ターン目はほぼ移動で終わりやん。実質1ターンで15機倒さないかんようなもん。連撃使えってことか。おいおい、勝手にボクサーになるなよ。まさか、こんな形で足を引っ張ってくるとは。でか、マジで移動しかできんかった。反撃でいい感じにしとかないと厳しいな。ってことで、反撃でいい感じに削ったので倒していきます。銀とのダブルアタックです。ラマリスを排除せよ。1番2番主砲、撃て。あとは連撃を駆使していくしかないですね。アラドとゼオラで数発いけるはず。まだ若いし。とにかく先制だ。こっちから仕掛けるわ。ジョシュマツたちも数発いけます。兄弟だけどこの際目をつむります。まだ若いし。ラマリスなど消し去ってやるさ。そこ。ソードとシールドの組み合わせで。ビームラン。ちなみにウェポンボックスは外しました。かっこいいけどあれ、邪魔。とりあえずもう一回連撃を使っておきます。 SRX は分離して手数を増やします。いけるわ、これなら。私の面を乗せて飛べ。ストライクシールド。そこ。かわせた。システムのリンク状態は良好ね。ラマリスに食いつかれるわけにはいかない。前の気力を上げときたいな。ブレードナックル使えるまで上げねば。遅い。飛ばせて剣。俺の鉄拳を取れ。キングは連続行動が使えるように、激励使ってます。敵を倒せば発動です。そしたら強襲使って、奥のラマリスを削りに行きます。削ったやつをジョシュマクか、アラドで倒せばよかろ？ターゲット、ラマリス。全スライダー、パージ。オープンブレード。いけ。Tリンクレボリューター。
ガンナーだったら倒せてたかも。では女子マクたちで行くとします。消えなさい、ラマリス。これでどう？これで消えちゃう。そろそろ前も仕上がってる頃です。一気にラマリスを片付ける。このマイルストライク、威力、レームブラック。あと4つか。なんとかなりそうです。ラマリスを放っておくわけにはいかない。それでアルシナーバ出発。ストレッ SC ファンクション、インパルスキングロッキング、ランデントロン発射。ラインのクラッチャー、一撃！ちょっとはしょりましたが、これで15金目。行くぜ、ゼウラ。え？ジャケットアーマー、パンチ、ウィング展開、ドライブ全開。テスラドライブ、出力最大、ブースト。やってやったぜ。懐かしいのが出てきましたが、中にはブバンが乗ってるのか？アリエールを狙うようなので、ぶつけます。他のメンバーは、残ってるラマリスの殲滅です。はしょりながら行きます。時間はかけられん。アナタイプを一気に叩く。
飛ばせて剣これでブーストラック分裂。早急のあだ名も分裂。アレスガイストの周りのラマリスはこちらで倒します。このラマリスはアレスガイストにも攻撃してましたからね。プリキュラならいける。目を放置するわけにはいきませんよ。リボルビングスペーク続きます。追加します。ではロイヤルハートブレイカー行っときます。ラマリスカーナを放ってはおけませんわ。タトゥミ、シャイン王女、行きます。ウィンクシステム、モードチェンジ。You have control! I have control! パターセレクト、R-H-E、エンゲージ。王女、ここはシングル。微妙な色。無改造だからこんなもんか。これも分裂。この俺と SRX を止められると思うな。ハイヤー食らえ。ブレイクキュー。当分です。あとは細かいのだけですね。あのラマリスは私が排除します。ソーバーチャージ。行け。ラマリスを始末しつつ、アレスガイストも削っていきます。こいつ、ラマリスと何か関係があるのか。ここはオリゴナイトバスターで。メラ、はい、受けます。勝者全開。ラム、オリゴナイト。紹介する。大した傷じゃない。やるな。はい、その通りです。これ無限に湧くのか。
だとしたら、願ったり叶ったりなんですけど、撃墜数と資金を稼いどきたいしですね。これ、大丈夫かな？危なっかしいな。とりあえずラマリスを処理していきます。あとクッハを揺らします。相手が放棄だって。流行イザンホー新襲レーザーイザン召喚全域のラマリスを急ぎ駆逐するぞ。はっ、暗衆、トロニウムバスターキャノン、ファイナルシーケンスへ行こう。即挙終了。 FEB 解放どうぞ。機動部隊各機、車線上からの離脱を確認。発射10秒前。昇圧ビームキャパシタ解放。最終安全装置解除。全員対衝撃先行防御。発射5秒前。3、2、1。宇宙戦艦ヤマトだな。ラマリス単体はちょっと小づけば倒せるので楽勝です。またラマリスが湧いてきました。無限に湧いてくるならとことん付き合いますよ。てか、無限に湧いてください。いいねいいね。これは撃墜数を稼ぐチャンスです。ラマリスとのコンクラベです。強行選挙はコンクラーベ。あら、湧かなくなっちゃいました。もう打ち止めかよ。ラマリスも意外とシャバいですね。ならあとはアレスガイスとか爆砕剣で装甲下げてから削るとします。前より動きが良くなってやる。この野郎、お返しだ。ティーリンク、余裕で出た。出力全開、面倒全開、ドミニオンポール。デッドソード、射出。ボリュームエンジン、フルドライブ。全てを切り裂け、SRX。
炎上天が燃料爆砕艦リベンジが絶妙にうざい。わずかに感じるこの念は。ティーリンクフルコンタクト、オープンブレード、行く。サターンフォーメーション、来い、ブラックホールバスターキャノン。ユッケバインから受け継いだ力を見せてやる。超重力に落ちるぞ。当たった。敵のパターンデータ送ったわよ。よし、これなら敵は完全に追い込んだ。 DH オーバーブルー、イグニション決めろ。やってみせる。全ドライバーセット、クロスコンビネーションシュート、イグナイトパイク、どのくらい削ればいいのやら。どうせ絶対するはず。あいつラマリスと何か関係があるのか。レガ、ここはテンペストレーサーで。はい、やりましょう。トレーサー、ビリテクストレーサー、出力最大、オルゴンマテリアライゼーション、バスカーモード起動しました。よし、行くぞ。くらえ、せーまだまだ。で、このまま行けます。テンペストレンサー、で、
半分は削ったんで、もうそろそろかなとは思うんですけどね。ルヴァン、あなたはその中にいるのですか？アンケニーアンチメイトムデイルズ、アンナアップル。リボルビングステーキ、ルヴァンは取り込まれちゃったのかな。寿命も短いはずだから、そうなのかも。ということで、今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。